これを整理すると運気が上がるって本当だった。仕事で人柄のいい人たちと関わったことをきっかけに、横暴な知人と縁を切りました。そしたら前からの友達とも深く付き合えるようになった。引き寄せと違うかもしれないけど、不用品を整理すると運気が上がるって本当だったよ。その人たちは自分には必要なかったんだ。自分がカフェの経営者だったとして、困った常連客を追い出せないでいるうちに、他のお客さんに嫌な態度を取ったとする。そんな時は店主として毅然とした態度で常連客を追い出す。常連客を失うかもけれど、他のお客さんに気持ちよく過ごしてもらえるし、空いた席に別の素敵なお客さんを案内することもできる。自分の店を気に入ってくれる人たちを守ることができて自分も幸せ。苦手な人に振り回されて友達を大切にできてなかったと反省した出来事だった。ジョセフ・マーフィーの潜在意識の話、すごく好きです。あながち間違っていないと思う。引き寄せを宗教的で怪しいと思う人もいるけど、そこでは信じる対象が叶えてくれるのではなく、さらに言えばその信じる対象、例えばキリストや仏様、はたまたジンクスなどが間違っていようがただの石ころだとしても、それに願うと叶うと心から信じてるその人の潜在意識が実現させていると書かれている。病は気から、言霊、日本でも昔から言われてますよね。引き寄せを信じていてジョセフ・マーフィーを知らないならぜひおすすめです。私も子供の頃からマーフィーの法則を目にしていたけど、当時はあまりよくわからないから理解しようとも思わなかったな。あの時代に知っておけば、もっと今がいい状況かもと後悔してます。今、漫画やらいろいろわかりやすく本が出ているからありがたいよね。物事の捉え方を変えて、自分を信じるようにしたからか、マジですか?ってことが目の前に出てくるようになったから信じるようになった。本当に知ってよかったと思う。これからも読み返したいと思うよ。個人的に信じているのは、一瞬一瞬がパラパラ漫画のように独立したもので、感情周波数に応じてぴょんぴょん移動しているイメージ、パラレルワールドかな。独立した一瞬のシーンの周波数と自分の周波数があったシーンに自動的に行ってる。止まることはなくて、マリカーのように常に移動してるから動いているように見えるというか、うまく説明もできないし証拠もないんだけどね。面白いからそう捉えて引き寄せ楽しんでるよ。一瞬一瞬が独立しているから、いきなりすごいイケメンになることもお金持ちになるのも可能なんだよね。またさっき願いが一つ叶いました。仕事関係の願いで、今年は無理かな、来年でもまあいいかとほとんど諦めていたのですが、今日叶っていました。直前まで現実は無理なことを暗示したような感じの態度をとってたので、諦めムードだったのですけどね。そしてどんなに無理だなと思う願い事でも、叶った後はいつも今回は叶って当たり前だったんだという心境に変わって、エゴがまた新たな願い事を探してしまいます。でも叶えるのはエゴではなく、本当の自分という意識が叶えてくれているのですよね。潜在意識ってすごいと改めて思いました。きっと私の全ての願いもすでに現象済みだけど、五感が見えなくしているんだなと思います。叶ってないふりをしているだけだから、願望に向かって生きていればちゃんと望み通りになるんだなって思いました。不安を感じると、それが実現するのではというさらなる恐怖を感じて、不安を感じてはいけないと自分を制限しようとしてしまいますが、エゴは実現には無関係なんだと思います。不安を感じようが感じてなかろうが、叶っていると私は思っています。本当は叶っているのに、エゴによる不安がそれを見えなくしているみたいなイメージが私にはしっくりきています。あくまで私の認識ですが。私も叶っている時も不安になることがありますが、エゴだったんですね。引き寄せ理解しだしてから、いいことも悪いことも思ったことがあまりにも頻繁に叶うので、
不安や怖さが出てしまったのかな。いいものも悪いものも引き寄せると思ってしまうと、不安を感じてしまうことが怖くて仕方なかった経験ありました。失う恐怖というやつでしょうか。本当に恐ろしいですよね。うまく言えないですが、潜在意識にはすべてあるんです。だけどないと間違った方向に知覚してしまうんです。潜在意識にはないという概念自体が存在しないという感じかな。思考と離れると体感できるかもしれません。知覚が見えなくしているだけで、本当はすべてあるんだなぁと私は思っています。そういうふうに切り替えていくと不安を感じにくくなります。ですね。思い込みあったなぁと思います。沈んでいたけど、ふとした瞬間に自分って幸せだなという感情が湧き上がって、気持ちが温かくなりました。こういう瞬間を忘れないようにしないといけませんね。毎日最低な人生だとか思ってるような私は、そんな最低なことを引き寄せてるのかな。いいことを引き寄せたいのに、嫌なことばかり考えてしまうのはどうしたらいいんだろう。私だったら引き寄せは置いといて、徹底的に自愛するかな。ネガティブなことも何でも頭に思いつくことは全てノートに全部書き切って、自分の内側の声を聞いてあげる。そして自分のできる範囲で自分をいたわり、優しくしてあげる。無理にポジティブにならなくていいよ。徹底してやり続けると意識にある変化が現れると思う。気づけば周りもいい方に変わってる。自分はそのまんま世界そのものだから。自分が世界というのがまだ分かってない引き寄せ初心者なのですが、願い事叶いました。うちの会社、家賃補助が出なかったのですが、家賃全額補助になりそうです。嬉しいです。月々の家賃の出費って地味に大きいし、転勤命じたのは会社なんだから、家賃くらい会社が出してくれと願ったものの、無理かなぁと半分諦めてもいました。で、1ヶ月くらいして忘れてたんですが、補助されるってなってもう最高です。やったことは、寝るときイメージ想像することと家賃補助になるんだって、嬉しいなぁって口に出して何十回か言ったくらいです。あとはノートに1日だけ書きました。書いたのは10行くらい。たったこれだけで叶って、改めてすごいって思った。それでは今回の動画はここまで。チャンネル登録、高評価をいただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。